テナヤ湖は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、マリポサ郡のヨセミテ国立公園内にある湖。ヨセミテ渓谷とトゥオルミメドーズの間に位置する。テナヤ湖は、かつてこの地域に存在した、トゥオルミ氷河のテナヤ支流が、テナヤ渓谷を通過した際に形成された。この湖には、多くの支流や泉からの水が流入しており、主なものとして、 北西方向のマーフィ川やテナヤ川などがある。テナヤ川はカテドラル湖の流出河川でテナヤ湖の主要な流入、流出河川である。テナヤ川はさらにテナヤ渓谷を経てヨセミテ渓谷へと至る。テナヤ湖の水面の標高は8150フィートである。テナヤ湖の名はこの湖のそばでマリポサブリゲイドと交戦したテナヤ州庁に由来する。 テナヤ州庁は、この湖がすでにパイウィーアク、あるいは輝く、岩の湖と名付けられていると主張していた。この本来の名は、現在では、湖の東にある河口岩ドームの名として、用いられている。アメリカ合衆国国立公園局によると、訪問者の利用法に関する問題が数十年間にわたって継続している。公園局は、 こうした問題の解決のために取り組むべき、公式な研究、活動計画である手名屋コ地域計画を制定した。1992年、湖の南西岸にあったキャンプ場が閉鎖された。朝の手名屋コの120度パノラマ。ありがとうございます。